おはようございます。一ノ瀬はじめです。家に帰ってきたので久しぶりにお茶が飲めます。よかった ね、 ね、いただきます。お疲れ様。今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温34度、最低気温20度で晴れ時々曇りでしょう。気温24度晴れです。最高気温34度、やばいやばい、やばいなこれ。暑いよ。今朝の朝食は厚切りトーストをだいぶ分厚く切ったね、母ちゃん。うん、美味しそう、うん、美味しい。もうバターもトロトロに溶けております。ではいただきます。今一口食べたけど、やっぱり野上の食パン半端ねえわ。焼いてバター塗っただけでうまい。なんだそれ。ね、2枚目はトーストの上にポークビッツと卵を焼いたやつを乗せました。しょうゆと砂糖入れたよ。うん、ちょっと焼きすぎ、火が通り過ぎたよ、ね、ことを認めたいと思います。はいはい、これがね、気温34度にまで上がる青空です。もうすでにめちゃめちゃ暑い。日差しがきついね。なんとか暑さを乗り切りたいと思います。水分補給は多めでいきたいと思います。それでは仕事行ってきます。はい、午前中のお仕事終わって、今日は久しぶりにね、町田商店さんに食べに来ました。はい、まずは唐揚げから。はい、セットの半チャーハン、あれは入ってないんですね。紅生姜、これ生姜だ、さっぱり生姜。あ、そっちにある。押せる。ベースの醤油ラーメンの味濃いめ、麺固め、油多め。はい、この玉ねぎが決めて。はい、お仕事終わりました。6時回って風が出てだいぶ涼しくはなったね。それでは帰りたいと思います。はい、自宅に戻って晩ご飯もお風呂も寝かしつけも終わりました。そしてね、帰ってきたらこんなものが届いておりました。これなんていうのかな、デックスパッドっていうのかな、 DEX パッドっていうのかな。ここ見るとね、ギャラクシーってなってますね。これね、要はね、ここに USB-C の端子があって、ギャラクシーの S9 をねここに挿してデスクトップパソコンのように使えるというガジェットです。それではちょっと開けてみましょうかね。あ、その前に裏も、裏はこんな感じ。サイドにもなんか、デスクトップエクスペリエンスとタッチインプット、フルスクリーンゲーミングって書いてあります。じゃあ開けてみましょう。4箇所止まってるか。はい、こんな感じで、どう、どうなってる？こいつが出てるということは、でも関係ないか、浮いてくるね。ほっ、はい、開けて入ってるのは本体、こんな感じ。なんか貼ってあるね。挿し方、あんまり幅がないから、これケース挿してたら使えないかな。こっち側にね、見えるかな、こうか。ここに USB のタイプ A、 ここに HDMI で、ここに USB-C の差し込み口があります。あとは開いておりません。で、あと入ってんのは、ここにクイックスターターガイドがあります。で、その下の段に、これ USB-C のケーブルね。で、これが日本用のコンセントの差し込み口の充電器ですね。で、これは、これ HDMI のケーブルですね。なんかちらっと読んだらね、純正のケーブルを使ってくださいと書いてありました。めちゃめちゃシンプルな構成ですね。で、まあこんな感じでね、ギャラクシーをぶっ刺して、
で HDMI でつないでモニターに出すという形になります。で、まあ、あとはちょっといろいろ設定してみたいと思います。はい、今ねいろいろセットアップしてました。ね、アプリを入れなきゃいけないんですけど、それもね、今入れました。アプリの名前はね、なんだったかな、スマートシングスっていうアプリを入れて、さっきついてたね USB-C のケーブルは基本的に電源を取るための給電ケーブルでした。で、ここに Galaxy の S9 Plus を今挿して使っておりますが、このねケースをつけたままではねやっぱりちょっと使えませんでした。で、今家の、55インチのモニターに接続して、こんな感じでね全画面で映っております。操作方法とかがねちょっとまだよく分かってないのであれですけど、まあねいけるんじゃないかな。あとは動画編集用のアプリをどうするか。今回ねこいつを購入した理由がね、 今までねノート PC とかね iPad Pro とかねああいうガジェットを持ち歩いて動画編集をしてたんですけど、先日ねドリキンさんの動画で紹介されていた Adobe さんが出すね、なんだったかな、なんとかラッシュっていうアプリ、マルチデバイスで使えるやつで、その中に Android 端末も入ってたので、これを持っていけばねこいつをねモニターに出力して全画面で、さっきのねまあ宿泊先のテレビがこんなに大きくなくてもかなりね大きな画面で見れるはずなので、ここにねラッシュっていう、アドビラッシュだったかな、なんかそんな名前のねアプリを入れて使えば、キーボードとかもつないでね接続、動画編集はすごく楽になるんじゃないかと思って今回購入してみました。まだね実際ね使い込んでみないと分かんないんで、どうなるか分かんないですけど、若干ねこの辺ね、ここ分かる、ここら辺見るとあれなんだけど、ちょっとクロップされてるような気もしますね、テレビだとね。これね今ちょっと使ってみたけどすごいね、ここのねあのスマホ自体がタッチパッドみたいになってます。ここでこう動かすと、この画面のねマウスがこんな感じで動いたり、本当に MacBook Pro とか Mac のタッチパッドみたいな感じで操作できますね。で、下にもね、いろんなアプリが出てて、こう今ディスコードもね、開いてるんですけど、こうスクロールもね、ちゃんとこう、遅延なくできる感じ。あ、これすごい使いやすいわ。いいね。で、テレビに映るし、スマホも充電しながら使えるし、いいんじゃないこれ。あとは、ブラウザ、こうマルチデバイスじゃない、マルチタスクできる。あ、ブラウザもちゃんと開くわ。すげえすげえ。閉じれるし、YouTube とかも見れるのかな。アプリもね、この、Windows のスタートボタン的な位置にね、あるので、こう、スワイプすればこうずれていって、で、YouTube どこだ？ YouTube、 あ、行き過ぎた。ちょっとこの辺の操作感がまだ慣れないな。次 YouTube どこ行った？あれ？スワイプするよりこっちの方が使いやすいかな。あった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 、 YouTube、 これね。で、例えば僕のチャンネルを開いて、マイチャンネルで、まあ、あ、2本で下下げちゃうと更新されるので、例えばまあ今日アップされた帰りの動画、まあそれよりもこのオフ会動画見てみましょうか。あ、音はスマホから出るんだね、これ。
はようございます、一ノ瀬はじめです。今日は天気悪い。音はねテレビじゃなくてこっちのスマホから出てますね。正面向いて撮るとね、何撮ってるか分かんないぐらいね、霧っぽいの。あれ今なんかダウンロードっていうボタンなかったかな。こんな感じでね、すごく使いやすい。いいねこれ、解像度もすごくいい。まあテレビにもよるんだろうけど、いいなこれ、すげえ。あとねマウスとかもね確かいけるはずなんで、ちょっとそれ辺、その辺はね、どうなんだろうな。 Bluetooth 用、なんか開いたな、勝手に Google さんが反応したね。まあ、とりあえずすごく便利だということは分かりました。今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。